हेलो। तो आज हम फिर से इस गेम को खेलने वाले हैं और देखते हैं कितना तक हम लोग खेलते हैं। बहुत टाइम से खेल रहा हूँ इस गेम को, मतलब ये छोटा गेम है, उतना बड़ा नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत टाइम से, नहीं तो ज़्यादा बड़ा ये गेम नहीं है। तो पार्ट 11 विलेन का 11 पार्ट हम लोग आज खेलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। マグネを殺し、コンプレスの腕を消し飛ばしやがった。これ以上勝手はさせない。触れたもんを破壊、もしくは分解するってところか。俺と似た個性を持ってやがる。コンプレスの個性が発動しなかったのは気になるが、今はあいつを抑えるのが最優先だ。やはり来たか。立て。ये फाइट करेगा क्या? देखते हैं। 若頭のため。おお、いやげ。こいつ、どこから湧いてきやがった。邪魔だ。雑魚ヤクザに用はねえ。अरे भाई ये इन लोगों के साथ फाइट क्यों देते हैं? ओ भाई भाई स्पेशल मूव और सामने से देना पड़ता है। भाई इसका अटैक, भाई मतलब क्या बोलू, बहुत बहुत अच्छा है भाई इसका अटैक, बहुत अच्छा है, डैमेज बहुत अच्छा देता है। एक्सेलेंट। ओके आगे देखते हैं।危ないところでしたよ、オーバーホール。一発外しちゃいやした。しかし速攻性は十分でしたね。なるほど。花からそうしてりゃ、幾分か分かりやすかったぜ。穏便に済ましたかったよ、ヴィラン連合。ちょうど死体は互いに一つ。キリもいい。頭を冷やして後日また話そう。腕一本は負けてくれ。え、あげで。トムラ君、私刺せるよ。刺すね。カルパエがイエルルキ。ダメだ。おお、いっぱい刺った。責任取らせろ。あげ。すぐにとは言わないが、なるべく早めがいい。よく考えてみてくれ。自分たちの組織とかいろいろ。冷静になったら電話してくれ。OK。इसके साथ इसका लड़ाई नहीं हुआ। फिर से ये लड़की। 私は始めるか。世の中はなかなかに不自由で。つまらない冗談ばかりなのだと思うのです。マグネイが殺され、トムラ君が何を思ったのかは分かりません。そしてまた今日も八歳会と協力するだって。あちらの計画には十分なうまみがある。トガとトゥワイス、今日からお前らはヤクザだ。
何が旨味だよ。冷徹ぶりゃリーダーか、感化されちまったか、あのマスク野郎に。トガちゃんもよ、なんとか言えよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。すまんね、冗談だ。ये तो जीत ही नहीं सकता क्योंकि इसका पावर भाई इतना बुरा है, क्या बोलूं। इसलिए डैमेज नहीं दे पाता, मतलब अच्छा नहीं है भाई, तू मार ही नहीं सकता भाई। तुझे मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हुआ special move. चलो भाई खत्म।次は俺たちだ。アメージングニューストーリー。え？仲間がやられたんだぞ。あいつは俺が不用意に連れてきたんだぞ。俺だって人間だぞ。しがらき。First time animation でらい。トムラ君にとって私たちは何でしょう。そうだな。俺とお前たちのためだ。俺はお前たちを信じてる。ラッキーはいいです。やはりよ、ラッキーはイリ。エリ。わがままはもうよし、始めるか。逃げ出したエリを追っていたら初めて見るヒーローに出くわした。面倒なことに余計な詮索をしてくる。これだから英雄症候群の病人どもは。アビウンロゴセアビメイトホガジョキトムロゴネヒーローパートパートパガキに逃げられた、探せ。エリー、誰か、お願い、誰か、やだ、誰か。あ、ごめんね。はあ、やっぱり見たかったよね。ラビエリーこじゃなパレが。ダメじゃないか、ヒーローに迷惑かけちゃ。え、いつかドーターボレがいつか。帰るぞ。ねえ、バイエリーテラ。行かん。あの娘さん怯えてますけど。だからさ、余計なセンス始めるか。ハロ14。まったくヒーローは人の機微に敏感ですね。わかりました。恥ずかしい話です、人目につくし、こちらに来てもらえますか。実は最近エリについて悩んでいまして、何を言っても反抗ばかりで。難解ですよ、子供は。自分が何者かになる、なれると本気で思ってる。なんだ、もうダダは済んだのか。え、あのエリちゃん、いつもこうなんです。すみません、悩みまで聞いてもらってご迷惑をおかけしました。ではお仕事を頑張って。最近の若者は一段と病んでるな。すみません若頭、ちょっと目を離した隙にそのガキが逃走しやがって。まるでガビ、使えない駒は消えろ。ファイナルラウンド、
俺も暇じゃないんだ。刻むでよ。こんなんじゃ追い込んだ。壊すな。くぜ。あれよ防御ごと容易にや縛りたる。見え見えだ。怯えろ。いい加減にせえ。消えたれ。厳しい気は壊してやる。ネイレベルだ。スペシャルアタック怒らせるのは。ネイラッケや。いや、やるぞ。消えたれ。おら、むちゃくちゃや。もう我慢できへん。あれ消えされ。刺さった。消えされ。ガンガン行くで。あかん。おら、この火たれが。こんなんじゃ。この毒を。थोड़ा सा टफ हो गया था। आ, 汚いな。これだから嫌だ。New story. Story. 風呂の用意をしろ。掃除もだ。エリー、わがままはもうよせよ。お前は計画の核なんだ。あれ、フィッシュ。オーバーホール、電話。ヴィラン連合、死柄木からだ。この前の返事を聞かせてやる、と。あ、アビミーティングを。チェロ、出番かかしら。始めるか。やおたい。死へ八歳会と話をつけるため、奴らの指定した場所で使いのヤクザと落ち合うことになった。ん、時代遅れのヤクザがうじゃうじゃいるな。おい、そこのガキ、俺らの島で何やっとんじゃ。あれ、フィッセービッグアルファイト。たく、迎えに来るんじゃねえのか、雑魚ヤクザが。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。気に入らない。スティルって。ああ、重すぎる。オーケー。レバイ、とりあえず崩す。ほどけ。小手調べだ。もっとイズイエ張らないですよ。あかんて。なめたのか。どうなんやねん。ボディーズよ。きつ。覚悟せい。とりあえず握り方は。なんで思い通りにならない。デクタウ落下へ。あ、落下や。いや、やるぞくれ。空間食われるか。खत्म। इसका अटैक्स मैंने बोला ना, बहुत बढ़िया है, लग जाता है आसानी से। और एक्सेलेंट। मुदा ना अरसोई ओ させてしまったようだ。申し訳ない。ところで先日の電話の件。本当なんだろうね。条件し、都合のいい解釈をするな。まず参加にはならん。俺たちは俺たちの好きなように動く。五部、いわゆる提携って形なら協力してやるよ。OK。もう一つ、お前の言っていた計画、その内容を聞かせろ。自然な条件だ。なおかつメリットがあるのか検討したい。もっとも、こいつが関係してんだろ。あれ、いつこいえ、ミルガーター、またミルガーター、シャイア、ヤフィルギリアター、ミスター・コンプレスは、
個性がしばらく使えなくなった。おー、イスカボディセミライスカ。なんだこれは。これで何するつもりだ。教えろ。断りを壊すんだ。若頭から個性を消す銃弾と個性を復活させる結成を使ったヤクザ復活計画の全貌を聞かされた。ガキの血液から銃弾を作る落ちたヤクザらしい計画だ。次に人員の話だが、トガ、ブバイガワラをうちに入れる。好きに動かれちゃこちらも不安だ。便利なやつばかり。動きはそぐってか。うちの要だそいつら。そんなにやれるか。信頼を築こう。今はまだ遺恨を残している。こっちは計画の全貌を差し出したろう。次はそっちの番だ。ちぇ。ところで将棋を指したことはあるか。あげで。ヴィラン連合から来たトガとトゥワイスか。エクサプストリームネミスキア。今までみんな。やっぱり larki か装置か。始めるか。おでて。コマはいくらでもいる。エリが脱走するとは思いもしなかったが、次は思考を変えてコマを用意するか。あげ。エリちゃん。エリちゃんのためにいっぱいおもちゃ買ってきたよ。エリちゃんこういうの好きでしょ。大丈夫大丈夫、何もしないよ。怖くないよ。ちょっとくらい気を許してもいいんだからね。じゃねえと今度は俺がバラされちまうんだよ。お前が次の世話役だ。逃げ出そうと思わせるな。飴を与えておけ。エリにとって信頼できる人間にお前がなれ。ああ。つってもガキの金銭はわかんねえや。それじゃあまた来るね。バイバイ。がボディかフレッシュトラトラセレレカルボバナーラエ。ऐसा इंसान है, इंसान ही नहीं है। 全然違う。今までみんなあんな風に触れてくれたことなんてなかった。He's not kind actually. 優しかった。हाँ हाँ, इसका अगर बात करे तो हाँ, ये अच्छा है. मैंने सोचा कि वो लड़का जो आया इसके तो अच्छा नहीं है. चलो. विरंडिंग. 始めるか。Okay. 信頼なんてものは便宜上。コマは手に入れた。あとは丸め込み、どちらが上かをはっきりさせるだけだ。上からの命令で仕方なく来ました、トガです。久しぶりだな鳥野郎。てめえ絶対許さねえぞ。よろしくお願いします。遅れてすいません、オーバーホール。念のため一番遠いルートで来させましたんで。ヴィラン連合か。いいな、喧嘩しよう。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。やばい、スコレネの件はすまなかった。俺も彼を殺したくはなかった。恨む気持ちもわかるが、協力関係となった以上、スペシャルモード計画遂行に助力してほしい。ワグネーは彼女。あれはエクセアで最初にやった時もそうやって上っ面作ろってたな。で、何したらいい。組の者同様、我々の指示に従ってくれればいい。そのためにも個性の詳細を教えてくれ。あれ、いや、ゲイ、またイスカップスペシャルパワーでいいか。連携を取りやすい。もしもの時なら、もしもの時に教えます。あなたたちまだ好きじゃないの。それろ。何だこいつ、
仲良くなれるわけねえ。よろしくお願いします、兄貴。ऐसे कोई किसी को मारता है क्या? गंगा इक्सो। संदे, होंतोनी। चलो जीत गए हम लोग। यप। इसका भाई अटैक्स भी बहुत अच्छा है। इसीलिए जब मैं पहले खेल रहा था तो इसके साथ लड़ना था तो बहुत मुश्किल हो रहा था इससे लड़ना। いきなり襲いかかってきやがって、なんだこいつ。ああダメだ、やっぱダメ、なってないね。決めたね、感じ悪いもん。個性教えてやんねー。はい、イスカクイキサチメディスカスティング。あらゆるものを二つに増やす。そのために必要なのは明確なイメージ。エクドンファルトエタ。イメージが不完全ならゴミが増えるだけ。人で言うなら身長、脅威に足のサイズ、多くのデータが必要だ。しっかり見て、しっかり測って、初めて一つを二つにできる。一身上の都合により、俺は俺を作れないが。ゲームをエセネヒカルケ、ジェサキ、エイアニメテッドシーンでカヤ、ウェセアガディカタゲームコート、アチャウタ、またトラトラスアニメテッドディカタとアチャウタ。なんでしゃべっちゃうんですか？秘密にしている私がバカみたいです。血を取るとその人に変身できます。コップ一杯でだいたい1日くらい持続します。一度にいろんな人の血を飲めば、それだけいろんな人に、服も含めて変身できます。おー、あっぱたちゃら QEA ファイトにトランスファル、またトランスフォームほげはメレジャーさ。もともと着てる服と重なって肌感冒にならないといけないから恥ずかしい。な、もう一つ教えてくれ。死柄木から裏切りの予定を聞かされたか。いいえ。オッケーだ。これから八斎会の一員として迎える。だが手配犯のお前らを自由にさせるわけにもいかない。指示のない限りはこの地下の居住スペースから出ないよう頼む。オッケー。病人どもが始めるか。病人どもが嗅ぎつけていることは知っていた。駒を揃え、そのための準備もしてきた。俺の計画は誰にも邪魔させない。え？相手は仮にも今日まで生き延びた構成員。くれぐれも気を緩めずに各員の仕事を全うしてほしい。今見つかるわけにはいかない。すいません、親父。うるさくなりそうだ。だんまりか、駒の分際で。さっさと足止めに行け。俺たちが惚れたのは組長だ。人の命を何とも思わねえ頭なんざ。誰もついていきやしねえ。王を生かすのが貴様らの存在意義だ。面倒だが見せしめも必要か。いや、ちゃえ。たび、エクタラカイ。イロゴキングサイアイゲンメ。ミラーを取り込み、独断で、組の意向に沿わねえ仕事に手をつけて、組に包帯だ。くれるぞ。組ちゃん、我が家のお体になったのも、絶対に。ここか。いい格好にせえ。か、次手渡すな。先に手を出したのはお前。早くがやフィニ。なくなる。あれ。笑えるな。あれ。下だ。触った。怯えろ。よくのヒタリング。ちょっと、ばい、幅張りまるでやいすか。汚いな。これだから嫌だ。エサーがアニメテッドホタサプチとアチャオタ。ウォーピッチャーズピッチャーズディカラエゲツ。ウォーピッチャーズジェイサー。オーバーホールに命取られちまう。
うわ、捨て駒なら捨て駒らしく意地見せたらヒーローがなんぼらまんじゃい。今見つかるわけにはいかない。俺はここにいない。あいつらが勝手に暴れた。そういうことにしよう。そのために育ててきた駒だ。オッシュミラ、役立たずのせいで始めるか。駒に足止めを命じた俺たちは地下の奥へと潜った。騒がしいな。ちゃんと役に立ってるのか、あいつらは。クロノ、お前はこの対局どう見る？言いたかないですが、八歳会は終わりですね。組長と俺さえいれば八歳会は死なない。ほとんどの子分は組長派で俺の考えについてきやしない。俺こそが誰よりも組長の意思を尊重しているのにな。この完成品と結成さえあれば、俺たちを再び返り咲かせることができる。今回の件も小塚にとっちゃいい話のネタになる。ヒーローが恐れる薬、やつらの好む響きだ。喜んで出資してくるさ。というわけで少しは働け、出航。ऐसे ही ये animated है, सब कुछ animated अगर होता तो ज़्यादा अच्छा. お前は。इसमें एक सब पार्ट था, भूल गया. 根本榊。back कर सकते हैं. 役立たず。いいデブと、いい赤髪。役立たず。いいデブと、いい赤。始めるか。で、サブパートめきゃや。ボイレがファイト。ヒーローを一人ずつ確実に減らすため、まずは邪魔なイレイザーヘッドへ奇襲をかけた。しかし、アットガムと赤髪の若造の邪魔が入り、その二人を別部屋に隔離することになってしまった。予定とは違うが、あいつなら問題ないだろう。うおぉ！ひなか！何しとん！俺も先生かばおうとして飛び出しました。俺ならダメージねえと思って、そしたらファットに沈んじまって。まあしゃあないわ。それより気張っとけ。ああ、イエイタ、ボーッパワーフルタバイ。パラアブメイイエバンカルラウンド。ああパタタケンカシュウガウデドルデ。स्पेशल मूव और इसका लग गया ना तो भाई बहुत डैमेज पड़ता है। मत कर। ओए ये कौन इसका? और कोई हो? डेब्रे। हरित ताऊस। फंका। अंदा। तो रे। ओए ये क्या? अरे भाई। किया गया। इसका हिट बहुत ज्यादा है भाई। ओए, ज़ेन्ज़ेन यारी थारी नहीं तो। おいおい、がっかりさせんなよデブ。まだ倒れねえでくれよ。いや、もう一発行くぞ。
割れたそばから固めてけ。ああ、リッジャーが言うの。こいつデモをかばって、しかも耐えた。お前いいな、レッド。ええ男気見せてもらったで。矛盾で勝負、こっちの勝ちや。やまらばい、殺し合いだ。まだ俺は死んでない。命を賭すことでしか生まれぬ力、そのぶつけ合い、お前らは良かった。特に赤髪、俺はお前が気に入った。タフすぎやろ、クソ。脂肪も体力ももう使い切った。どないしたら。ケビ、ये फैट था अब थिन हो गया。奥で応急処置ぐらいはできる。そのが、その男を手当てしろ。何がしたいねん。再試合をしよう。傷を治せ。次はちゃんと殺してやる。ちゃんともう一回やりてんだ、その男とよ。お前はあの時の。あ、こういうサブストーリーミスないよ。いいデブと。いや、いいサブストーリーだ。お前、エリアサブ。あ、お前は始めるか。オッケー。鉄砲玉発災臭を送り込んでから数分、地下を進んでいた俺の目の前に奴は現れた。オッケー。あの時の。すぐ来れるような道じゃなかったはずだが。近道したんで、その子保護しに来ました。事情が分かったらヒーローズラッカー、学生さん。根本、榊、相手してやれ。お任せを。任せろ。何？急に平行感覚が。足元がおぼつかねえな。俺のだよ。だから下は歩かねえ。俺に近づくなよ。酔っ払いが映っちまうぞ。おい、どういう個性だ。10日発動中はあらゆるものがすり抜ける。ですか、これからネイレイが。な、口が勝手に。どこから湧いたかと思ったら。なるほど、それならミミックたちもスルーできるというわけか。物事を円滑に進めるためにエリさんを一度見過ごしたんだろう。ओ, ये सबको बुला सकता है, मतलब तुम बोल दोगे कि क्या ट्रुथ है. そうだ。エリさんを見のにして、自分が楽になりたいだけだろう。強制的に本心を語らせられ、すべてを見透かされた気分はどうだ。止まって動けもしないか。そうだな。お前に保護されるなんてこの子は望んじゃいない。この子にとってお前はヒーローじゃない。あれ、今日のこのマレが一番な。邪魔だ！ハロー、バイ。あたんこって。あら、いつか。20。時代遅れの天然記念物。これ、これサッパーテンね。時代遅れの。始めるか。OK、OK、Let's do it! やはり強化薬で無理やり個性を底上げするのは体力の消耗が激しいな。だが何としてもこいつらを先へ行かせはしない。我々もはや下道に落ちた。
立ち止まることは許されない。また壁に分断されヴィラン連合。違います。今は時代遅れの天然記念物、極道者の戸賀です。悪者なのです。あれはいフィッツェイエ。地下を動かす極道がイズク君たちを分断してくれたので、一人になったおじさんを襲いました。本当はイズク君と会いたかったのですが、と思ったらイズク君が自分から。ロックロック。偽物。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。よろしく。開かない。やれ返せ。あれはいい。ここから。どうしたんですか。よく切れるよ。いい感じです。私もネイルゲがスペシャルモース頑張って。お、ラゲや。失礼します。ゲタバス攻めていく。チレイルお待ちだね。ズタズタにします。ぐちゃぐちゃ餌くじ ボルタへ。ひみこ。トガ、そうだよ、トガです。覚えててくれた。また会えるなんて嬉しい。嬉しいな、イズクくん。イズクくん、ねえ、お話ししましょう。चलो यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और फेकर मतलब 21 पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और सब लोग अभी घर में ही है तो स्टे सेफ और घर पर ही रहो तो मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए वीडियो के साथ तो तब तक के लिए गुड बाय और सेफ रहना